今津嵐は兵庫県と四歌市の縁に山川下流で見られる霧を伴う現象。今津嵐は来日だけから雲海が見える頃に抱えで吹く比較的強い風で気圧配置が全般的にはっきりせず気圧経度の小さい日に発生することから山夜風の一種であるとされる。冬の浦西と呼ばれる北西からの季節風、春の洋形と呼ばれるハエなどと並んで 縁山川下流における気象の特色とされ、今津嵐が強い日は快晴になるという。木の先大橋の下流100メートルのところに、今津渡しという都線があり、風雪や今津嵐の朝などは、縁山川を渡ることが容易ではなかった。豊岡盆地では、霧が多く、移動性高気圧の中心が、豊岡付近にあるときに霧が発生しやすいとされる。 1952年の調査では、霧は山麓の数箇所に発生後、濃度、範囲を急速に拡大させることなどが示されている。なお、今津は、木の先温泉駅周辺の地名、内川村は1955年まで山川下流にあった村である。ありがとうございます。